10番中山謙信議員立憲民主党の中山謙信でございます 第401回定例会におきまして一般質問を行わせていただきます私が通告してありますのは2問であります南国市商工会への補助金と前回に続き空の駅事業についてお伺いをいたしますまず 南国市商工会への補助金についいいてお伺いをいたします南国市商工会の組織率水増し県補助金の不正受給事件につきましては先月19日の議員説明会において長野商工観光課長から商工会議所は財政基盤が弱く公的な財政支援がないと 組織の存続ができないため補助金交付要件である組織率50%を維持するため数字を操作してきた会員の廃業や県外資本の流入など組織率の低下の要因はあるものの会員数は組織存続の重要事項であるにもかかわらず 不正な報告を行っていたとの報告があり続いて県からは南国市商工会が不正受給した二千数百万円の一括返還を求められているこのままでは平成31年度には資金証とする可能性があるので商工会支援のため商工会が保有している 南国オフィスパークの株200株のうち100株、時価で400数十万円を南国市が買い取ることで財政支援を行いたいとの提案がありましたがその救済スキームに批判が集中し商工会の事情努力により少なくとも組織率が50%を超えるまでは 南国市からの運営補助金についても凍結すべきではないか、株式の買い取りによる財政支援など、論外との認識が体制であり、執行部を当面、商工会自身の改善努力を見守るとして、株式の買い取りによる財政支援は取り下げ、新年度の補助金計上についても凍結を含め、 再検討することを約束されました本年度当初予算案を見てみますと商工会運営補助金として745万円が計上されております長野課長にお聞きしますと議員説明会をした1月時点で組織率45%程度であったものが 事務局役員総力の会員拡大の努力により、2月末現在で48%を超え、あと21事業所での加入で、組織率50%をクリアするまでになっているとのお話でありました。この当初予算に計上された745万円は、 組織率50%がクリアされたことが確認されてから執行されるべきものと考えますけれどもこうした認識でよろしいでしょうか商工観光課長中山議員さんの質問にお答えいたします商工会の地域において果たす役割は非常に大きなものがあり地域振興また 中小事業者の支援などにおいては地域の商工業によってとってなくてはならない組織であるあると思っております市としても引き続いて支援の必要があると考えておりますしかしながら今回の県補助金の問題につきましてはいろんな方面から厳しいご意見もあろうかと思います商工会はこの問題を重く受け止め現在 職員理事ののんが組組織率50の達成に向けて取り組んでいます市の運営費補助金の交付要件ではありませんが、30年度については、商工会の改善に向けた取り組み、改善状況を確認するために、組織率50%の達成をしていただくことで、市の運営費補助金の交付を決定することを考えております中山議員。はいいありがとうございました えー、関係者の努力によって、一日も早い組織率50%の到達を願うものではありますけれども、えー、仮にそうした努力をもってしても、30年度内に目標を満たすであれば、本年度計上した運営補助金745万円は、不要額として執行されないという認識でよろしいですか。 商工観光課長、え先ほどお答えをさせていただいた通り、三十年度については組織率五十パーセントの達成を確認をして交付の決定をするということを考えておりますので、ご了承ください。中山議員、はい、えー、結構でございます。そういうふうにお願いをしたいと思います。えー、なおですね。 今回のこと、当然これ、これが組織の存続にとって大変重要な問題であるにもかかわらず、確信犯的に数字を操作していたことが原因ですので、組織率の精査については厳格に行っていただくようにお願いをしたいと思います。次に関連して 商工会東隣の南国市所有の駐車場についてお伺いをいたします。ここは元県有地で県が処分する際に南国市が取得しなければ民間に任意売却することになっていたものを南国市が取得したものであります。名目上は 中心商店街で買い物をする市民のための無料駐車場としていますが実態は長らく商工会の専用駐車場を同然に使用されてきましたここに常時駐車している商工会職員からは協力金として駐車場代を徴収しているとのことでありますけれども 本来であれば、職員の駐車場として必要な台数分、プラス来客用の駐車場の合計を賃貸契約して確保し、地代として支払っていただくというのが、正しい実務ではなかったかと思いますが、ご所見をお伺いいたします松郷観光課長。 えー、商工会東の駐車場については現在、南国市土地開発公社の所有部分と、えー、市の所有部分があります。市所有部分につきましては南国市駐車場の設置及び管理に関する条例により市民の利便に資するために南国市路外駐車場として、えー、駐車料金を無料としており現在、駐車場全体を商工会、市民の方等が利用しております。 この駐車場につきましては、海洋堂と連携して、ものづくりを通した地域活性化を行うための拠点施設である、えー、仮称ものづくりサポートセンターの整備が予定されており、施設の整備に合わせて、適正な運用ができるように、えー、していきたいと考えております中山議員。えー、この駐車場につきましては、えー、今、課長からお話がありましたように、 海洋土誘致に伴うものづくりサポートセンターの建設に伴い、再整備が行われる予定となっており、その際に本来すべき賃貸契約をきちんと結んでいただき、堂々と利用していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。次に 南国空の駅事業についてお伺いをいたしますこの問題については12月議会で取り上げさせていただきました主な論点は2つ1つは補助金に見合う成果を上げているのか2つ目は空港内のテナントマホラは必要かということでありました市長からは 南国マフラーについては、えー、南国、えーあ、ごめんなさい、えー、道の駅南国と合わせて、南国市のアンテナショップとして位置づけ、市内事業者を中心とした商品の取り扱い、またテストマーケティングの場としても運営が行われてきた、しかし、空港ビルからテナント料として年間約400万円の費用を要し、 また営業時間も空港便の利用に合わせて長時間営業となることから人件費等も膨らみ店舗売上では賄えな,、ま、な,ない状態となっている外商部門については司法畜商品を中心として商品を県内外へと販売しており売上額も年々上がってはきているが これも黒字化までには至らず、南国市からの運営補助金、貸出経験によって賄っている状況である。費用対効果と,いうと、これからの協議会の運営を考えた場合に、協議会の運営、経営の仕組みとしては無理が生じており、今のままでは持続可能な取り組みとは言い難いとの回答があり、店舗の存続、 廃止について最終的な詰めをしており近いうちにその結論を出したいとの方向性が示されました空港内店舗南国マホラについては平成30年3月末での閉鎖が決定し平成29年度3月補正予算で空港ビルに対する解約違約金 91万円を含む510万円が計上されております。長年の懸案であった不採算部門閉鎖を決めた英団には心から敬意を表するものでございます。しかし、この補正内訳については賛成をいたしかねます。空港ビルに対する解約約金91万円と、 機器類や内装、棚などの現状復帰費用53万円、これはよしとしましょう。運営補助金の追加260万円って何でしょうか。当初の880万円の運営補助金は執行済みであるにもかかわらず、店舗閉鎖に伴い、 追加で補助金を出さなければならない理由がわかりませんこの理由についてお答えをお願いしたいと思います工場。今回の補正予算によります空の駅協議会への追加補助につきましては 先ほどもお話がありましたとおり、マホラの3月末での店舗の閉鎖に伴う減収見込みに加えまして、協議会全体の売上額が当初、計画を下回っているという状況で推移をしており、運営費として追加で支援を行うものでございます。このの理由としまししままててははマホラの減収分につきましては 3月20日に開店閉店が決まりまして、3月は商品の仕入れを減らしながらの営業となっていることのが影響しているものと考えております。また、外商部門につきましては、昨年10月の台風の影響で、原材料として、使用区ぽん切りが必要な量を確保できず、想定した数の商品が製造できなかったということなども影響していると考えております。 中山議員、えー、つまり、えー、店舗閉鎖に伴う在庫の見切り処分による損失だけではなくって、えー、外商部門も含めた協議会全体で膨らんだ赤字を今回の補正に混ぜ込んだということですか。川長 内訳としますと、先ほども申しました通り、マホラの閉店に伴う、まず減収分というもので、で先ほどもご説明しました通り、台風による製品ができなかったことによる合唱部門の減収分、でそれとですね、マホラの全体の売上額がです、ね、4月当初から、当初の計画から言うとです、ね、約15%程度。 低く推移をしてきたといいう現状もございますで、そこの部分で最終的にこの金額というものがですね、不足をしてきたということで、今回、支援を行うということで考えております中山議員。えー、つまり、年度当初に、その年度に見込まれる赤字額を運営補助金として予算計上はするけれども、 あくまでもこれは予定で、最終的にどんなに莫大に赤字が膨らんだとしても、最終的には南国市が損失補填をする仕組みで、これまでずっと運営してきたといううことでしょうか木川課長。 この補助金については、当然、補助金の交付申請をいただいて、協議会の方から経営の見込み、計画を出していただいて、それに見合う市としての補助額を今まで支援をしてきたということでございます。ただにについては特にマホのの店舗の売上が 下がってきたというようなこともございますで、お店を閉じるということによる影響ということもございます。そういうものの金額というのがどうしても発生してきたということで、今までは計画の中で決められた金額の中で、運営はされておりますけれども、今年についてはそういう状況になっておりまして、市のほうで補助をするということに考えております。中山議員 いやあの非常に怖い話が出ました。あの私あの、この事業はあの当初予算で補助金を出したらそれで済むやと思ってました、ほとんどの議員さんも多分そうやと思います、それがどんなに赤字が膨らんでも、最終的には南国市がその責任を取らないか、そういうスキームになっているということを知らなかったことが、南国市の議会としてきちんとチェック機能を果たしてなかった。 この後のまの全員の質問にも関係するわけですけれども、えー、不測の事態,事態で赤字が拡大した場合においても、この事業には誰も責任を取るものがいない、そういうことですか。川課長 ご存知の通り、空の駅の協議会というのは、南国市の商工会、農協、いろんなそういう各種の団体にも構成メンバーに入っていただいて、協議会として運営をしていくということで進めております。ただ言われる通り、協議会というあくまで人気の団体での運営でございますので。 確かに言われるようなあのご指摘はござるあると思いますけれども、最終的には、えー、市の方で、えー、この分については、えー、支援をしていくということにならざるを得ないと考えております中山議員。えー、実はあのこれあの、在庫等についてお聞きをしますと、現金で仕入れて、えー、支払いとか押せない間分の在庫は今現在26万円程度だ そのほかは、えー、残ったら引き取ってもらう商品ですので、えー、閉鎖に伴う見切りの、えー、赤字の、えー、見込み額っていうものは、そう大した金額にはなりません、えー、つまり、そのほとんどが、えー、全体のもうこれまでの赤字の膨らんだ分が今回の260万円の中に混ぜ込まれていると。 いうことになりますえしかもですね、あのー、短式の会計で見たら、えー、損失はあの広がるわけですけれども、現時点において、資金ショートが起きてないということは、今後、支払わなければいけない、えー、お金、未払いのものは、えー、商品の仕入れで、であのー。 支払いがまだ残っているもの、人件費、家賃、経常経費などのほかはです、ね、流動資産の中にその損失は吸収されているというふうに考えます、本当に3月末でこれだけの金額がの資金ショートが起こることを予想していますか。 川課長空の駅協議会に対しては、補助金とは別に1400万という貸付金の方を行っております、それの貸付の返済期限が3月25日ということになっておりまして、そののまの金額の不足の現金としてない部分と。 その部分をまずどうするかという部分と、あと、あのまあ、最終的にです、ね、29年度、決算として、どれぐらいの経上の損益が出るかというところになろうかと思いますので、市としましては、この経常損益の金額についてです、ね、最終的な着地点の金額が確定した段階で、そちらの分については支援をしていくというふうに考えているところです。 中山議員あのそこは、えー、損益計算書の上での、えー、赤字やのうて、バランスシート、貸借対象表で、えー、どれだけの資金ートが起こるかということをきちんと予想した上でえで、ー、この閉鎖に伴う、えー、追加の、えー、補助金というものを本来は算出すべきじゃないですか。 川課長まず、現金のまあ流れというところで、協議会の方からも、ですねえ今の現在でいくと、3月から3月末までのまあ支払うべき金額、入ってくる金額というものの、現金のまあキャッシュフローですね、そちらの分はあの資料としては頂い,いております。 でそちらについてはあの、3月のこの25日時点でどれぐらいの金額が不足するかという金額については、うちとしても、あの現時点の見込み額というのは、抑えてはおります,す中山議員、あのちょっと、まあ、分かりません、えーまあ。いずれにしても えーまあ、この事業、終わるやったらあの必要な額出してもう生産をしたらいいと思いますほんでその後とでもう残ったら返してもらうようにしたらいいと思うのでこれは、まあ、あのきちんとした最終の処理をお願いをしたいと思います、えー、次に、えー、南国空の駅の、えー、水人協議会の今後の方向性について、えー、この3月をもって、えー、空港内店舗は必須し 平成30年度からは外商部門一本に絞り次年度に向けた検討課題を行い協議会を法人化し農協主体の事業に転換するとの方向性が示されましたそして30年度当初予算に運営補助金として500万円運営貸付金として 昨年同様、1400万円が計上されております平成30年度、収支計画を見せていただきましたが、この事業がビジネスモデルとして成り立たないことが、不採算部門の永久戦犯、南国・マホラを閉鎖して,な知って、なお、黒字化しないということで、はっきりしました。 平成31年度から農協主体の事業に転換すると言いながら一方で地域商社機能の強化を謳い出資の可能性も含めて行政の関わりの余地を残すなど改革への覚悟は中途半端な印象が拭えません地域商社化機能など 耳当たりのいいキャッチをつけたところで、所詮はこれまでも、えー、推進協議会に期待されながら、全く実績を上げてこなかった地域のブランド化、県外販路の拡大を、えー、言葉を変えただけのものであります。これまでできなかったことができるわけがありません。 今後、行政が関わる余地はきっぱりと諦め、この事業から手を引くべきだと考えますが、市長のご所見をお聞かせください市長。マホラーにつきましては、3月末で閉店ということを決めたところでございますが、外傷部門につきましては、 今まで司法地区商品を中心にですね。県内外で多くの事業者と取引をされてきたところでございます。また、原材料の司法地区は市内生産者の約14%の14%空の駅が仕入れをしているなど、この事業により司法地区単価の維持、また農家所得の向上に貢献しているということは事実でございます。 このことから、マホラーに加えてです、ね、外商部門で一挙に閉鎖するとなると、既存の商品を引き継ぐところがなくなるということが考えられます、えー、特に四、まあ、方畜商品が多いもので、四方畜生産者にへの影響ということは出てくるということは考えられますので、平成30年度に商品をぜひとも残していきたいという思いがあります。 えー、先ほどから中山議員さんよりご指摘もいただいてきましたが、その競技会の経営ということ、それにつきましては、非常に、えー、今まで南国市が競技、まあ、会の構成団体の一つでもございますし、補助金を出しているということで、えー、指導というものが十分行き届いていないという点では、非常に率直に反省するところでございます。 え現在は県の三振アドバイザーの支援も受けながらですね組織体制や経営関税について検討もしているところでありましてえ平成30年度にあらゆる選択肢を持って検討しましてその方向というものを結論付けていきたいと考えておりますえ四方地区の今商品としましては私もえ食べましたがご飯の素とか土佐煮とかですね非常においしい商品がございます 南国市の PR する特産品として司法地区というものもございますので、ぜひとも商品を残したいという思いを持っているということで、30年度、それで検討してまいりたいと考えているところでございます、以上でございます中山議員。はいえー、今、あの商品の話が出ましたあの、私もこう食べました。 えー、おいしいですけども、あのー、水煮のパックがこれぐらいのやつが1800円します、えー、その隣で農協の直販商250円で袋詰めの水煮が売ってあるところであの1800円やつがを誰が買うがやろうと思うていつも見おりました、えーまあ、ちょっと話は脱線しましたけども あの前回の議会で、えー、この事業が、えー、うまくいかんのは、まあ、テナント料が高いのと長時間の、えー、店舗の運営になるんで人件費がかさむということが主原因やということでのお答えがありました、えー、こう聞くとです、ね、空の駅の原因あの赤字の原因は、えー、テナントと人件費やということに。 というふうに思ったわけですけども、えー、外商部門についてはこうもおっしゃってます、黒字化までには至らずと言ってるんで、えー、まあ、こう聞くと収支とんとんか、まあ、若干赤字ぐらいなのかなというふうに思っていました。えー、なんと、経営の足を引っ張ると言われた店舗を閉鎖しても、約400万円の営業損失を見込んでいます。 店舗があって880万円の補助金、店舗を閉鎖しても500万円の補助金、赤字の原因をです、ね、頑張って働いてくれた店員さんに転嫁する、非常に気の毒なというふうに思わざるを得ませんむしろ推進協議会がプロパー職員を置くことが、 えー、赤全体の赤字の原因ではないですか市長確かにそちらの人件費っていうことも要因にはなっていると思っております中山議員えーまあ,あのビジネスですね やる前から営業の損失を400万見込む、えー、何の罰ゲームやという気がします、えー、企画課長にお伺いをいたします、えー、お聞きするところによると平成30年度予算には、えーまあ、補助金と 貸付金が予算計上されておりますけれども、えー、マホラを閉鎖した後なお、黒字化しないため、えー、協議会の役員メンバーの論議の中では、30年度事業は,のはもう、計上を断念すべきや、との方向に傾きつつあるという話をお伺いしましたけれども、それは事実でしょうか。 日川課長、えー、協議会の方からもです、ねえー、一部の声として、えー、協議会として、えー、30年度については、えー、なかなか運営が難しいのではないかというような声も、一部では頂い,いておるところでございます。ただあのこれについててはあの協議会会として、えー、総会 または理事会の中で,です、ねえー、きちんと結論を出した内容ではございませんので、市、えー、としましては、当初の予定通りですり、ね、この商品を残していくという、今回の当初予算のこの中で,です、ね、進めていきたいと考えております中山議員。えー、その結論,結論は、えー、年度内ですか、議会終了後になりますよね、総会は。 企画課長で、えー、協議会のメンバーにはあー市の、えー、訪問メンバーに入っておりますので、えー、議会が終了後ですね、えー、協議会のそういう理事会、えー、臨時総会というのは開かれるということで聞いております中山議員、えー、今議会で、えー、執行部提案の予算が可決された後に 推進協議会の総会で30年度事業継続をしないことになれば、こんな不採算で効果のない事業に予算をつけて、それを通して、無批判に通した、議会に対して市民の目は、批判の目は向けられませんか。市長 私としましては、当初予算のこの形上につきましては、商品を残すという方向でもちろん1月予算当初要求のときに決めたところでございますので、その後の方向が変わるということは確かにあるかもしれませんが、今、商品化ということで考えております中山議員。えー あの本議会からあのネットでこの中継を見ている市民の方もおいでます。こんなね、腹も腰も座らん議案を上げてこられるのは迷惑です。えー、二元代表と言いながら議会はきちんとしたチェック機能を果たしてないんじゃないかとの批判を受けることは必至であります。えー、推進協議会の 結論、えー、総会を待つまでもなく、議会としてこの不採算で効果のない、しかも最悪の場合、際限なくその損失訴訟をしなければならない事業には引導を渡すべきやと思います。えー、出荷が集中する時期に、協議会が買い支えて値崩れを防いでいる。 いうことをさも当然のことのように自慢げにおっしゃいましたけれども、これは公費で買い支えている市場介入をしているということにはなりませんか。企画課長え協議会の取り組みとしましては、先ほど、 あの出荷の多い時期にですね、使、え、用、ー、地区の方を現在料として仕入れをするということの、まあ、事業の取り組みがあるわけですけれども、そのことは、えーまあ、加工品にすることで、使、え、用、ー、地区の新たな、まあ、販売先というのが生まれるわけでもございますので、えー、仕入れによって、えー、単価の維持をするという一つの、まあ、効果もありますし、えー、販路拡大。 生ものじゃなくてです、ね、きちんと加工品として販路の拡大にもつなげていくと、両面の効果につながっておりますので、これが即単なる市場介入ということは言えないとふうに考えております中山議員。農家所得の維持ということは、同時に商品を安く買える消費者の機会を奪うことにはなりませんか。 課長まあ、その点については、あのまあ、市場の原理でございますので、えー、それぐらい、えー、この使用、まあ、地区であれば、えー、需要が増えてきているということですので、それが即、えー、購入者にとって高い値段で買わない,いかんようになっているという,ようなことではないかと思います。 中山議員その通りですあの市場原理の中で商品動いてますので出荷調整をするあるいは生産調整をするということは、えー、生産者の判断でされたらいいと思います、えー、それは、えー、行政が介入して、えー、するようなことではないだろうというふうに思います、えー、農林課長にお伺いをいたします、えー、南国市の 司法地区出荷農家は何何件ぐらいありますか農林水産課長ご質問にお答えいたしますえっ、ー、と JA 南国市への出荷者数ということになりますけれども平成29年はえっ、ー、と17名ということになります以上です中山議員えー、南国市で、えー、司法地区を出荷している生産者と 資本地,地区を買っている消費者の数はどちらが多いですか市長それはもちろん消費者の方が多いと考えます 中山議員市民の中に利益相反の関係するものがあります、そこで、多分これはね、あの数だけの問題はないだろうと思いますけれども、それの一方に肩入れをして、一方の権利を侵害するということは、行政としてあるべきことではないだろうというふうに思うものであります。南国市には さまざまな特産品や、えー、南国市経済に寄与している商品が他にもあるのになぜ、塩を地区だけなんでしょうか、えー、市場原理を無視してまで買い支えなければならない理由をお伺いいたします市長。 司法地区につきましてはあの、空の駅協議会の方でで、すねその商品化ということを考えたというふうに思っております。司法地区を取り上げたのは、まあ、中産間の支援ということもございましょうし、南国市の特産品ということもあったと思います。それをぜひとも使いたいという思いが、空の駅協議会にあったということであると思っております。以上でございいます中山議員はいえー あの農林課長ですみません。ちょっとお伺いします。あの司法地,地区っていうのは。特に作付けをしなくても、えー。来年も生えてくるもんですよね。農林水産課長。まあ、あの。施肥ですとか、まあ肥料をやるとかですね。あと、まあ、その間引、ま、きなどの手入れはされているものと思われます。以上です。ええー、なぜこ。 なぜこんなことを聞いたかというと、えー、南国市にはいろんな作物を作っちゃって後継者の不足やとかいろんな理由があるけどもう生産意欲を失ってだんだんに工作をやめるような農家も出てきておる、えー、他のお米やとか園芸作物やとか一回作るのをやめてしもうたら 生産意欲を失うてしもうたら本当にね次に作るのは大変な商品がいっぱいあります。え本、ー、地,地区は一年とらんでも言葉悪いけど来年もちゃんと生えてきます。えー、南国市にとってその緊急に手を打たないかん支援が必要な作物っていうのはもっとね プライオリティが高い、緊急性の高いものがあるんじゃないかと思います。えー、まあ、後ほど、これについては、えー、議案第9号の平成3十0年度南国市一般会計予算案については、運営補助金500万円と貸付金1400万円を減額した修正案を、 提出したいと思いますので、えーまあ、後に委員会の方で論議をしていただきたいというふうに思います。最後に補助金とはということでお話をさせていただきます。住民が主体となって素晴らしい取り組みをしている、公共性は高いけれども、 収益性はないために、マンパワーだけでは限界があるようなとき、行政が継続的にその取り組みを支援する補助金はありだと思います。また、南国市の将来を支える有望なビジネスモデルに対して、先行投資として設備投資や 海洋開業資金の一部を踏切板の役目として補助金を出す。こういうのもありやと思います。ベンチャーも含めて、意欲のある起業家支援はどんどんやったらいいと思います。しかし、事業の立ち上げ資金だけにとどまらず、仕事をする前から営業損失を見込み、その損失補填をする。 補助金の対象うんぬん以前に、ビジネスとしてだめだというふうに思います。営業損失前提の事業って、何の罰ゲームだという気がするんですよ。意欲があり、努力している他の経営者に対しても失礼やというふうに思います。陸王を呼んで出直せというふうに言いたい。 この間ずっと、えー、協議会に求められる役割、地域ブランドの確立とか県外販路の拡大とか言われることに強い違和感を感じてきました。それは自前の店舗も、えー、外商もじあの自前の商売を黒字にできんのにあんなところの商品を取り扱,取り扱わせたと。 あるいは県外に販路を拡大しちゃおうというふうに言われても何眠たいこと言わなと自分のところをちゃんとやってから言えよと私がね他の事業者やったら、えー、そんなところに商品を自分のところの商品を託したいというふうには思いません、えー、まあこれまで南国市は まあ、この事業も一番最初はそうですけども、えー、国費100%の補助金で南国市の腹が痛まんかったらそんなに、ね、あのきちんと必要かどうか、えー、コストパフォーマンスはどうなのかという検討をせずに、えー、ど,んど,んどんどん利用してどうせ国費はき自分ところの腹は痛まんきということで、えー、やられてきた。 まあそ,れそういう有利な補助金を持ってくるのが腕の見せどころみたいなところが執行部の中にも我々議員の中にもそういう意識が、えー、少なからずあったんじゃないかと思います、えー、国の税金であろうと、えー、南国市の税金であろうと私たちが払うた税金です、えー、無益なことに使わんとってほしい そういうね、心根を見透からされ中期南国市を頭越しで国と直接交渉して、補助金をもらう約束を取り付けてきて、その後で南国市を通して申請をしてきてくれというようなところも出てくるんじゃないですか。現にあるるでししょう今南国市が、えー、出している補助金 本当に必要なものか、ちゃんと効果を上げ中か、検証はされるのか、このことに限らずですね、全、すべての補助金について、再度、細かく洗い出しをしていただきたいということを市長にお願いをしたいと思います。特に答弁はいりません。これで私の質問を終わります